参りましょう。最初のコーナーは FMJ リスナーズリレートークテレフォンジャム、お友達紹介でリスナーの輪を広げていこうというコーナーなんですが、この月曜日ミュージシャンつながりで結構ねつながってきていますね。先週は山本香織さん、とても元気なパワーある方でね、お話ししててももう1時間2時間3時間くらいずっとお話できちゃうんじゃないかって思うぐらい盛り上がっちゃいましたけれどもね。スタジオジャムということで先週もスタジオにお越しいただきましたが、その山本香織さんからご紹介いただいたのは今週3522人目になります、村田美和子さんにお越しいただいています。村田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この先週ご出演をいただきました山本さんと村田さんは音楽つながりでよろしかったでしょうか。はい、そうです。先週の、ね、山本さん、ご自身のバンドというかいろいろな活動をされていますけれども、その中の一つのユニットと言っていいんですか。そうですね、アコースティックギター2台で、2人で、やっておりますが、はい、そうなんですね、はい、ということは村田さん自身もギターを弾いて、はい、そうです、でボーカルも務めて、そうです、っていう感じなんですね、はい、でライブの時のトークは山本さんに任せてみたいなそうじゃないですね、じゃないですよね、その時はね喋らないんですよねそうなんですか、お口にチャックみたいな感じで違うんですね、はい、ね、ということはこう宮岡さんが腰切ってっていう感じなんですね。そうですね、はい、まあ、こういうライブ活動っても結構長くされてるんですか。2人で、ゴゼというユニットをやってるんですけども、うん、はい、そちらの方は、5年前に始めまして、で、まあ、2人でやってるんですけども、ここ最近ちょっと、先週お話ししてたと思うんですけども、うんうん、他の活動が忙しくて、私がほったらかされてましてそんな中でですね、まあ、1人でちょっとやってみようかなっていう感じで、私もちょっと1人でも、ちょっと活動を最近1年半くらいやってます。そうなんですね、もともと歌を歌ったり、はい、ギターを弾いたりっていうのはご自身ではどれくらい。そうですね、まあ、ギターを始めたきっかけっていうのは、まあ、うちの兄、2つ上の兄がいるんですけども、はい、がやり始めて、うん、それがまあ中学1生の時なんですけども、うん、まあ、その時にまあ兄に教えてもらいながらやり始めて、で、まあ、高校の時はフォークソング部っていうのがあったので、おすごい、なんか恵まれて、そうそうなんです、逆に言うと、そちらに入って、うん、まあ、友達3人と、うん、まあ、ユニットを組んで、まあ、その時はもうギターだけで、まあ、ボーカルがいたので、もうギター2台とボーカルで、で、まあ、3人で、まあ、文化祭のね、うん、ステージに立たせてもらったりとか、あとまあちょこちょこと、まあ、音楽室で、うん、やったりとか、りとか、まあ、そんな楽しい学生時代でやっておりました。そうなんですね、はい、ということはもう中学からギターに触ってこう奏でてきたということ で、で先ほどのご紹介ありましたゴゼなんですけれども、はい、このユニットで活動を始めてどういった場所でライブを行ってる、そうですね、いたというかいるんですか。まあ、中央病院の近くにあります、うん、アリスっていう、あ、結構ライブ、そうですね、あそこで、まあ、うん、月に第3土曜日なんですけども、うんうんうん、まあ、そこで歌声カフェっていうのがありまして、まあ、そこに出させていただいたりとか、あと、まあ、最近はないんですけど中町の、ね、バンドで出てたんですが、メモリーっていうところでも少し、あ、なるほどね、やらせていただいたりとかで、まあ、やってます。またこのデュオと違ってソロで活動をされていると、またそういうライブ会場とかそういうのも変わってきます。大体同じところで、あと、まあ、チャリティーライブに参加させてもらったりとか、はい、してるんですけども、そんなチャリティーライブってと結構あるんじゃないですか。近々あります？近々は、うん、先々回は、ソロで出させていただいてたんですけども、今回久々に、
1年半ぶりぐらいですかね、2人でゴゼとして、はい、として、まあ、参加させていただくということで、いつですか、はい、ですね、7月2日の土曜日、うん、高田小町でですね、はい、熊本地震の義援チャリティーライブということで、はい、1時半から会場で2時から開演ということで、9組の方が、出られます。で、まあ、アコースティックのギターばかりじゃなくって、うん、まあ、フルートありに、ですね、しかし尺八の方とか、まあ、いろんなジャンルの方が出られて楽しいまたライブだと思いますので、うん、ぜひ皆さん足運びをくださいませ。いろいろな音に触れながらやっぱりこうやって応援できる活動というのも、そうですね、はい、私の、ね、スタイルの中にあるんじゃないかと思いますけれども、はい、7月2日来月迫ってきましたが、はい、高田小町で午後2時開演ということで、はい、9組の皆さんが登場する中の一つで1年半ぶり、そうですね、もっと無理かもしれないですね、無理の豪勢でのライブということで、はい、実はこのチャリティーライブの前にこのスタジオから音を奏でていただきたいと思いまして、先週ご出演いただきました相方と言っていいでしょうか ね、 そうですね、村田さんにもお越しいただいているんですがこの豪勢スタイルとしては、はい、お二人でギターを持ち、はい、お二人で歌う感じですか。そうですね、まあ、コーラス、山本さんがまあコーラスを入れて、私が主、まあ、ボーカルでやってます。いいですね、なのでちょっと触りだけでいいので、はい、ぜひ1曲お二人でお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ではじゃあ、はい、2人でやるときは、うん、ですね、松任谷由実の荒井由実時代の曲を、主にやってるんですけども、はい、それを少しちょっとアコースティックにアレンジしながら2人でやっております、うん、はい、ではお願いします。わあれはないけど紙ひこうきに愛の言葉を走り書きしてI don't know.
今このラジオを聴いている方の中には、あ、久しぶりにホゼの音を聞いたよっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。7月2日のオチャンティでは何曲くらい、何時、どれくらいの時間、20分で5曲ぐらい、うん、